私は都内に住む28歳独身オフツジザ、佐藤・ミケーラ・ワク。今日も飲んでいる。こいつらと同じ釜の飯を食うブラザーズたちだ。ほぼ毎日こいつら同僚たちと飲んでいるが、何なんだこれは。上司の愚痴を言うために出勤してるまである。こんなにも愚痴が酒のつまみになるなんて、缶詰にして発売してほしい。上司の愚痴がパンパンに詰まったつまみ缶、発売中こんなに自分口悪かったっけって疑うもんね。モニタリングに 入られてたら終わりだ店員さんがやけに丁寧な人が疑っちゃうもんねうんお前モニタリングの仕掛け人かてねグビグビグビリンちゃんぷーしかしこんな闇の飲み会で一人だけ輝いているやつがいるレン 1一人だけかっこいいオーラを身にまとっているどこからか湧き出る余裕いつも全員で話振ってくれるし背高いしくっ、色気だ色気を振りまくな色気を試合始まる前の力士か色気という名の色生地を振りまくなやめろ理由は分かっているそう彼女がいるからだ 彼女がいるゆえの余裕彼女がいるゆえの色気素晴らしい絶対にときめくらそれだけはダメだ犯罪だぞ 超ときめかない宣伝部君に振られて最悪急にキャワワなの押しちゃダメだと言われると押したくなる緊急ボタンかなあいつは緊急男だくっダメだちょっとかっこいいとか思うなよあいつは彼女持ちだぞうぇーい、ミケー。なあ、今日まだ水曜ってありえなくね邪魔だ、松田 お前が今日期限内に資料を出さねえからなぜかうちが怒られたんだろうがよこの前は面談遅刻するしよなんであれだけ言って遅刻できるんだ神経がわからない。しかも松田が資料を持ってるせいで私は何もできないままお客さんと何十分世間話したと思ってんだよ。さすがに孫の身長聞くぐらいにはネタが尽きてたわ。の天気やろうめ。 いつもノールックでハイボール頼みやがって。何がダイエットだ。酒飲んでる時点でダイエットなんて無効試合なんだよ。ピピー負けメタボ反則負けです残念じゃじゃーんひかしぼう切りおい、ミケ、今日めっちゃ飲んでんじゃん。珍しい。相当柴田さんのストレス溜まってるな。えああそれな。今日結構うざかったもん。レンタルを来たーやめろ 女として意識されてないからこそのこの距離感。近すぎるお前罪な男だな彼女いるくせに他の女も惚れさせてどうすんだよ欲張りセールか初詣福袋両手に持ってるおバハんかお前は両手で彼女だけ掴んでろよくそこいつマジで彼女いる気配ほぼ出さないとこも罪だよな普通飲み会の途中で携帯気にしたりするだろうがよあ 彼女からの連絡かなとか思うけど、そういうの一切ないよな。本当に彼女いんのかこいつ。ミケ、飲みすぎるなよ。この前みたいになるぞ。あはは、あん時やばかったけど。いや、今日はまだ大丈夫。くーこの優しさの裏にも彼女がいるかと思うと痺れるね。私より彼女にはもっと優しくしてるんだろうね。こんなになんとも思ってない奴にも優しくできるんだからまあ別に好きではないんだが、な 何か彼女持ちって輝いて見えるよな。期間限定コンビニお菓子みたい。プレミアついてんだよな。普通だったら買わないけど、期間限定も文字だけですげえいいものに見えちゃうもんね。 あれレンタロウにも彼女持ちの刻印が見える私もついにデスノートのミサミサみたいにいつの間にか死神に寿命を売って他人が彼女持ちか分かる目を手に入れてしまったのか恐ろしい見える見えるぞ彼女持ち男の余裕がダメだ頭おかしくなってきたちょっと外出て余裕を冷ませるかガラ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 うわ、はあ 風気持ちよえ。アホみたいな心が浄化されていく。そよそよ。まだ水曜か、地球症。すごろくだったら、金曜日にひとっ飛びとかやっちゃうけどね。ふぅ。お疲れ。何してんのえレンタルー来たーせっかく落ち着いてほっとしてんのに来んなよ、彼女もちがよ。なんなんだよ、マジで。ここは独り身が夜風に当たる墓場なんだよ。おいー いやー今日も楽しいわ。てかさ、うちの彼女がさ、なんかさ、いや、相談してくんなー彼女やっぱいたんだー全然匂わせないから半信半疑だったけど、やっぱいたんだー急に部外者感すごいんだがなんか毎日夜電話したい的なタイプでさ、 俺結構忘れて寝ちゃう時とかあんだよ。そうするとマジで怒るんだよね。別に電話するのはいいんだけどさ、今も、まあ、喧嘩じゃないけど、怒ってんだよね。それはレンタロウが悪いよ。まあ、そうだよな。うわー なんか別に聞いてもないのに知ってしまった急にリアルこいつ付き合うとこういう感じなんだ電話すんの忘れるなよてか彼女も毎日夜電話したいんかすげえ思うけどしみじみしじみじるガラ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 ,ガラおいお会計あはははいはいえー、っとポット。あ、レンタル落としたよ あ、悪い。小物のセンスもいいこいついちいち小物のセンスいいんだよな。私服も絶対いいよな。いや、騙されるなバチーンこいつのセンスではない彼女のセンスだ彼女持ち男はプロデュースバイ彼女だということを忘れるなメイドインイタリーではなく、メイドイン彼女だ,イイ彼女だ私は作られたこいつにときめきそうになっているだけだ目を覚ませる作王まだまだ 月ぷはー豆乳のバナナ味うまっあんまり共感してくれる人いないんだけどやっぱこいつは裏切らないな紅茶味よりもバナナ味派なんだよね会社の近くのコンビニにバナナ味あってマジ感謝ですわいズワイガニおつーうわっレンタロウじゃんうわってなんだよ今日飲み行くっしょああ行くよイエーイ 俺、昼あそこのラーメン食ったから、マジ今、血糖値やばい。マジ眠。え、あそこ入れたんだ。いつも並んでないいや、今日空いてたから行っちゃうか。つって松田と言った。いや、風になびいてるレンタロウかっこよすぎるだろうが何なんだよ金木星の次に秋感じんだけど、勘弁しろときめくな自分心臓よ、ここでキュンとかしてみろ犯罪だからな 相手は彼女持ちだぞくそ話しかけてくるなよ個別ねーときめきが溢れちまうダメだどうしよーてか、俺彼女と別れたんだよね。だからフリーミケ、俺のとこ来てもいいよ。空いてるよえ何今なんて言った彼女と別れたんあれゴシ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 あれゴシゴシゴシ おい、ミケ。なんかよく見ると顔太ったなあ、こいつ。ああ、彼女と別れたからか。うわっ彼女と別れた瞬間何かが弾けたんだけど。<laughs> 俺今フリーだよ。俺のここ空いてるよ。なつって。<laughs> うわっ希望無理何こいつ誰うわちょっとミケどこ,へ<望>こさよならお,おいチャンネル登録よろしく。ミケイラに会いたい人。会いたい 会よるよ。今年最後のミキーラに会えるチャンス12月15日原宿で第2回ファンミーティング開催し定てその名もう大暴れジャジャンマミキーラの大祭り開催する建物はアパートア,ーパアパツアパツではなく原宿でいろんなコーナーもリラックんで超楽しいよチケットもう発売してるよみんな早くゲットしてくださいツイッターかインスタグラムのハイライトからゲットしてくださいもう発売中だよ チャンネル登録よろしくチャンネル登録よろしく